森本さやかです。かおるです。今日も2人で番組をお送りしたいと思います。せーの、よろしくお願いいたします。はい、ということで始まりました森本さやかのリラックスドリーム in 虎穴横丁です。ですね、本日第、ね、リニューアル1回目ということで、この後ろに電車が通ってないの皆さんね、変わりましたよね。いや、実はあっち側に電車走ってるんですけども、若干満員ですよ。そうなんですよね、ちょっと今日は、今ひろみさんがさ、終わったら無理せずタクシーでお借りくださいって言ってくださってるんですが、何今日爆弾低気圧そうっていうのがすごいニュースでさっき流れてたそうなんですけども、うん、何ですか爆弾低気圧って。爆弾って怖いよ。怖いって、分かるけどさ、分かるけどふふって言うけどさ、はい、本当に怖い。もう日本沈没みたいな形になっちゃうかも分からないよ。やめてよ、脅かさないで。でもじいちゃんがちっちゃい頃からこうね、うん、80年間生きてる中で、うん、こういった爆弾低気圧っていうのは今まであったんですか。まあ、あったにはあったんだけど、その言葉が全然違っていたんだよね。例えば、まあ、今日あたり、まあ、桜が、まあ3部、2部、咲いておりますよね。はい、おりますね、うん、その時に、もうその時代に、要するに台風が来て、そのつぼみまで、要するに、桜の花と一緒に落ち、もう地べたへ落ちたと、そういうようなことがあったんだよね。そうなんですか。それ爆弾、はい、今日ぐらいすごいことですよ。そう、今日ぐらいです、ね。まあ、そうなんです、はい、つぼみが飛んじゃうこともあるんだ。そうそうなんですね。ひろみさんが今会社から帰されてタクシーの中だって。そう、私もさっきね、私フェイスブックって知ってるよね。知ってる絶対知らないでしょ。今知ってるってノリで言ったけど、知ってる。私なんて聞いたじゃん。ほら、もうそれぞれも、その知ったかが上手だね。そうか、Facebook っていうね、ちょっとあるんですけども、うん、そこでね、いろいろ見てると、結構友達のが会社から返されたところ結構多くって、そんなにすごいことになってるの今、って思っちゃうんですけど、でも私もちょっとこの前に一件ちょっと撮影してきたんですけども、そこから江戸川橋だったんですけど、江戸川橋からここに来るまでも、なんか倍ぐらい時間かかったかなって思うぐらい電車がすごいゆっくり走ってた、でやっぱ時間通りに、ま、なんかもう電車が来てないとかね、そうね、あったので、うん、また北陸あたりでもすごい、まあ台風でもって、はい、もう台風っていうか、まあ、風でもって、はい、80いくつのおばあさんがもう ね転んで、もちろんすごい亡くなったっていう、ね、そういう大変な事件がありましたけども、ね、違うんですよ、すごいね、じいちゃんさすがだよ。いやいや、そんなことないよ。いや、違くって、それなんかね、それ5分前にここにスタッフさんに聞いたお話を、あたかも自分で調べたかのように喋れるこの技術、いや素晴らしい。とんでもない。そう、始まる本番前にそれ聞いて、そんなことがあったんですかなんて今聞いててさ、いやすごいわ。いやでもね、本当に、いやでも笑っちゃった。そうだから、まあ、でも本当にでもそこは気をつけなきゃいけないことだから、本当にそうね、皆さんも本当にお気をつけくださいね。そうということでね、まあ、先ほど途中になっちゃったんですけども、本日リニューアル一発目ということで、はい、1週目担当させてもらいます森本さやかです。よろしくお願いします。そうなんです、今月からですね、リニューアルしまして、第1週目が私森本さやか、そして2週、3週、4週と、それぞれね、違う人が MC を担当していって、それぞれ の番組をやっていきますので、ぜひ皆さんね、よろしくお願いいたしま す、ね、今日1週目ということでね、私はね、大好きなおじいちゃんとやりたいと思って。さあ、困ったな。なんでよ。いろいろと、でもね、こうまったりゆっくりとしていきたい。こう今さ、ね、日本中というか、こう大変な中で、唯一ここが憩いの場としてね、皆さんに癒しを提供できるような番組にしたいと思ってるんですけども、まあ、よろしく、まあ、一つよろしくお願いいたします。ねえ、ひろみさんがさすがで、ビストロ滝沢さんが、いや新鮮ですねって来てますけども、ねえ、ぜひ皆さん、ユーストリームご覧になっている方は、はい、ログインして
いろいろと書き込みよろしくお願いいたします。質問などもじいちゃん何でも答えてくれるからね。いやそう、この間さ、じいちゃんさ、電車に乗って一緒に帰ってる時にさ、私がさ、あ、眉毛かゆいって言ったらさ、眉毛のことをじいちゃんなんて言うんだっけ。眉目そんなこと言ってなかった。何まつげのことは、まつげのこと眉目って言ってんだよ。ちょっと待って、前と言ってること違うし、もうやだ。いや、本当よ。違う、前はまみえって言ってたよ。まみえで、私が何まみえって言ったら知らないのか、お前。昔はまつげのことをまみえって言うんだよとか言ってたけど、今言ってなかったよね。適当、もしかして。ほんとやめてよ。だからかパソコンでマミーってやったら出てこなかったもん。出てこない。大体うまくいったね。嘘つき。信じらんない。ノリで生きてるんだね、じいちゃんも。そうじゃないよ、全く。そうなんだよね。そんなじいちゃんってさ、結構波乱万丈な人生だったんだよね。本当だよ。ちょっとサクサクと簡単にさ、凝縮して教えてよ。教えて。でもね、じいちゃんの生き方は本当男らしいと思う。いやいや、トラさんによく似てんだよ。いや、本当に。あのね、見かけもトラさんに似てるけど、この人生もこうね、風亭のトラさんなんだよね。もういろんなとこで歩いては、そうそう、ばあちゃんを悲しませ、本当よ。一歩取っちゃうか。何をおっしゃってますか。トラさんをやっちゃうか、じゃあ。初めて見る、どんなことですかね。はい、待って。はい、待って。風亭の寅さんがやってきた。はい、寅さん。はい、簡単な。仁義させていただきます。もうカット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 なんて、あれ、わかんよ。もうごめん、見てらんない、私。見てらんない。いや、やめた。いや、でも素晴らしい、じいちゃん。いや、いや、そんな特技あったなんて。じゃ、腹巻きとかしてないんですか。今日はしてないよ。今日はしてないのか。ダメダメ。いや、でもトラさん、やっちゃうかなと思ったけど、ね、やめやめなんて。今日はやめだね。やめたらいいかな。やめた方がいいかな。そう、じいちゃんは昔何して、いろんな仕事してきたじゃない。はいはい、いろいろやってましたよ。トラさんと同じでね、あちこち飛び歩いたよ。そうですよね。もともとじいちゃんって山梨の人だからね。そうです。で、はい、あのじいちゃんの代で東京に出てきたんだもんね。そうなんだよね、東京人だもんね。そうだ、昭和26年に免許証取って、車のそう、それでもう、単車でもって、単車で、日本全国で歩いたの。あ、歩いて走ったでしょ。走ったの、そうなんですよ、あの車って言って思ってたんだけども、じいちゃんも今でこそ運転はしないけど、ちょっと待って、ビクストロさんがグダグダですね。本当にすいません。そう、セグンだから、トラさんと同じ。なるほどね、OK。 そうで、車っていう話を聞いたんですけども、おじいちゃんはもう運転しないで何年か経つ、しなくなって何年か経つんだよね。もう車もあげちゃったしね、なんだけども、3年ぐらいか、それまではじいちゃんの運転って言ったらもう飛ばし屋。ものすごい飛ばすの。怖くて怖くてさ、本当にじいちゃんは飛ばすんだよね。何度捕まったってぐらい捕まったんじゃない。まあ本当に捕まる時にはね、今日やって明日また捕まるっていう状態だったんで。どうなのそれ、ちょっと本当に危険ですね。もう普通は20個ぐらいで持ってみんなんだけども、30、40で持って、もうしょっちゅうそれもう捕まってた、ね、捕まってたの。いや、だって私ちっちゃい頃じいちゃんの車乗るのが何よりも嫌いだった。嫌いだった、うん、そうよ。だって大阪の万博へ行くのに、立川から大阪まで、5時間で行っちゃうの。え、普通じゃない。え、普通じゃないんですかそれ。普通じゃない。早い、早いんだ、そうなんだ。5時間で行っちゃった。え、普通どれぐらいですか。普通はもう8時間。休んでぐらいで。そうです、8時間ぐらい。嘘でしょ。ほんとよかったよ、もう。気をつけて。車といってもバカにできないんですから、本当に。いや、その時にはまだお前は生まれてない。あ、生まれてない頃か。そうそうか、お前のママ、ママね、ママも怖がってたもんね。怖がってね。ここでなお0708さん、こんにちは。
はい、もうどんどんあの電車が満帆になってきますね。本当よ、もう満タンですよ。満タンですよ、うん、この時間いつもこんなに電車乗ってることはないですからね。ないね。いや、なんかさ、私思ってた以上に結構深刻なんですね、これ。そうよ。だってさ、結構いろんな会社が返されて、ね、そう。すごくないですか。すごいですよね。でも私この後もう一本仕事があるんだけど、どうなんでしょう。まあ、それも分かんないよ。ねえ、うん、分かんない。何も連絡ないので、うん、このまま。怖いよ。はい、六本木まで行きます。日本全然沈没だよ。ちょっと、いや、本当。怖いよ。本当とか言わないで。いや、本当よ、これ。冗談でしょ。怖いよ、本当。まあ、日本ばかりじゃないよ、もう世界、はあ、世界レベル、どこ、どこでもそうよ。いや、でもね、うん、去年からやっぱりね、うん、いろいろと起こってるじゃない、うん、まあ、地震を筆頭にして、そうそうそう、台風もそうですし、うん、全国でね、全国というかもう全世界で、うん、はい、それでの今日っていうのはまた関係はしてないでしょ、またそういうのとは、うん、かん、いや、それは神様じゃないから分かんない、分かんないけども、まあどうなってくんだか。ねえ、なおさんがね、おじいちゃん可愛いって。可、う、愛、ん、いってよ。可愛いって、うん。ほら。困ったな。困っちゃった、照れちゃったよ。照れちゃったよ。リストラさんが、うん、沈没させないでくれだって。いや本当に、いや怖い、本当に怖いですよ。いやでもね、うん、怖いって言ったらキリがないですよ。うん、そうな、気象庁だって分かんないんだから。まあね。うん、そうなんだけど、だからそのね、危機管理を持ってしっかり、はい、あの、備えておけば大丈夫なわけですよ。そうやね、うん、大丈夫、うん、大丈夫、そんな怖い、怖がらせないでよ、いっぱい。いやそう、でもさ、今日帰れなかったらうち泊まっていいからね。はい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 頼みますよ。頼みます、もう全然 OK ですよ、うん、そうなんですけども、はいはい、あのね、ちょっと聞きたいことがあるんだけども、うん、はいはい、あのチャッターさんもぜひあのいろいろとあの提案とかアイデア欲しいんですけど、うん、まあいろいろと私今仕事の話をしてて、まだはっきりは言えないんですけど、はい、うん、もし、うん、もしの話ですよ、うんうんうん、もし私がもう一曲歌を出せる暁には、うん、どんなインパクトがあったらいいんでしょうっていうアイデアをすごく欲しいんですよね、うん、なんかこう、まあ、私一度歌を出させてもらったんでしょ、うん、で私がちょっとフォークソング好きだっていうので、うん、まあ、ちょっとフォーク調にしてもらったりとか、うん、あとまあちょうど私が本当に心機一転よしっていう時だったので歌詞もそういう、うん、あの感じにしたんですね、うん、なのであの、まあ、今後ねもう一曲、もう一回、もう一回とは言わないですけど、うん、まあ、もう一回も10回も100回も努力して、うん、努力して、うん、まあ頑張るってことだよね。いや本当、待って、それベース、それは当たり前に分かってることですよ。当たり前は分かってることを分かるように、はい、要するに話してるんだから。分かる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 。なるほど、分かります。じゃあそれをまた改めて心に刻みますよ。うん、そうよ。で、その歌を出すってなった時には、うん、なんかインパクトって必要じゃない。うん、インパクト必要だよね。ね、うん、例えばなんだろうな、ジェロさんっていう演歌の方がいますけども、うんうんうん、ね、その外国の方が日本の演歌を歌うってまたそのインパクトじゃないですか、大きな、うん、っていうような、うん、こうもうパンチのあるようなインパクトが、うん、欲しくって、うん、なんかこうアイデアを日々考えてるんですけども、うん、誰かあのなんかアイデア皆さん、うん、アドバイスないですかね、うん、CK バンド045ラブさんこんにちは、大丈夫ですか、うん、確かね CK バンドさん青山かどっちかどちらかの会社だっておっしゃったんですけども、うん、なんかもうさっきからやっぱ駅ひっきりなしにこうアナウンスが流れてますね、うん、そう、すごいですよね、ねえ、うん、なんかアイデアないですかね、募集します、はい、なんかない、私のそのアイデア、なんかこうした方がいいよとか、うん、もう努力するっていうのは当たり前のことなので、うん、努力してもまあやっぱし、うん、そのいや努力になっちゃうよな、いや本当よ、なんか努力しないと全く考えてないでしょ、うん、出てこないけども出てこない、言っちゃったよ、だから努力でごまかしてるんでしょ、そうそうそう、そうなのかい、よく知ってるな、よく知ってるよ、全く孫ですからそっか、すごい人だ、いやすごい人ですけど、ね、ちょ、じいちゃんが心配になってきちゃったけど、うん、帰る本当だよ、帰れるかね、うん、そしたら私の仕事ついてきてからさ、その後の、はい、そうなんですよ、だからそのアイデアとしていろいろとね、はい、自分でも出してるんですけども、うん、まあ、なんかみんなの意見が聞きたいなと思ってて、うん、
なんか奈緒さん、CK バンドさん、ひろみさん、ビストロさん、何かあったら教えてください。そう、何にも来ないっていうね。やっぱりね。そうそうそう、あ、ひろみさんが、うん、あーってきました。やっぱし、やっぱしって。どういうやっぱしそれ、うん、いや、風が強くなってきたんじゃないの。ごまかした今。上手だね。 あらあら、ちょっと、いつから覚えたの、そんなさ、話をそらすっていう術。いやそうだ、ちょっとさ、まあね、うん、ひろみさんが日本語語、うん、日本語が、うん、あ、日本語が打てなくなったっていう感じかな。あ、これアドバイスとまた関係なかったですね。そうそう、まあ、アドバイスもし何かあったら皆さん出してください。ねえ、なんかね、じいちゃんの恋愛事情もすごいじゃないですか。昔から一途なんだけど、うん、浮気者じゃないですか。よく知ってるね。知ってるよ。だけどさ、だってさ、じゃあどう思う、じいちゃんみたいな人が私の旦那さんだったら嫌じゃない。そうでもないね。あ、そう、うん、あ、それはそれはなんで、人間だもの。人間だもの。男として女としてもやっぱし一人でもって済ますっていうのが本当にあれだよ、よくないよ。どういう意味ですか。どういう意味でも一人身にさせるなってこと、うん、そう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 。あ、ま、もちろんね、おじいちゃんはおばあちゃんがあのいる時はね、うん、もちろん一途だったし、うんうん、ね、そうよ。だけど、うん、それから一人になって寂しいから、そうそうそう、今いっぱい彼女がいるってこと。いっぱいいっぱい認めたし。でも私いっぱい彼女いる人嫌い。嫌いそうかな。でもみんなのこと大事にしてるから、うん、それはいいと思う。いや、うん、何、そう、だから奈緒さんが一途って言うの、それだって僕だってやっぱしそれは一人の、まあ、要するに一人で済ませればいいけど、あっちもこっちももうついてくるんだからしょうないんで。かっこいい。いや、ほんと女の子がついてくるんだから。いや、私が知ってるじいちゃん、じいちゃんがついてってるな。いや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 、違うよ。本当はひろみさんが女たらしですね。そうだよ。かわいい。なんか憎めないんですよね。だからきっと女の子がついてくるのかな。そうなんだよね。いや、でもね、実際私の周りの女の子を何人も口説こうとしてますけども。一丁前に、一丁前に、はい、そうだよね。どう考えてもじいちゃんが私の友達のお尻をこう追いかけてる感じですよね。そうかな。そうじゃん。はい、ひろみさんが男性的には素晴らしいって。いやいや、とんでもない。なおさんが男ってそういう素敵な勘違いするもんです。素敵な勘違いって言われてるよ。トラさんに似てるんだよ。あ、そっか。やっぱトラさんなんだ。うん、そうなんですね。CK バンドさんが今日は帰宅指示が出たので帰ってきましたって。あ、お疲れ様です。うん、本当よね。なんかどこも帰宅指示が出てるんですね。そうよ。その、どんだけすごいことになるの。いや、わからないね。今からどうなっていくかわかんないよ。私の中の想像もすごいんですけど。うわー、もう満タンだ。全然、うん、この電車結構好き好きだよ。まあいいや、そうそうそう。そうなんですって、うん、はい。いやいやいや、ね、怖い怖いよ、うん、そういう、じゃ、そういう恋愛をしてきたわけですけども、はいはい、じゃあ私にはどんな人を旦那さんになってほしいですか。さあね、さあねって考えてよ、ちょっとぐらい。そりゃちょっとだもん。だって自分で私が旦那さんにしたいなっていう人がいたら、うんうん、時に結婚すればいいんですか。結婚。なるほどね。要するに1から10までこう見て、うんうん、ああ、この人となら一緒に、まあ、暮らしてもいいわっていう、うん、観念が出た時に、出てきた時に、うん、そうよ、が潮時、潮時というか何だろ う, そ, う、あの、その時にはお父さんに、お父さんじゃない、おじいちゃんに知らす。分かった、もちろん知らすよ、うん、ね、うん、うん、そうしないと困るよ。なんで、ないで文句出すの、この人はダメとか。いや、そりゃそうよ。怖い。そりゃそうよ。嘘、本当よ。もう82歳になるんだけど、もうそういうことに関しては、うん、もうお前よりは明るくなってるんだから、うん、まあね、積んで来てる、経験を積んでね、来てる、人を見る目があるってことですよね。なるほど、わかりました。そういう時にはね、うん、
そうだよ、はい、うん、結婚するってなった時はもうそうよ、はい、いち早く知らせてよね。いち早い、分かったよ分かった、うん、シーケーバンドさんがタイミングだよって言ってて、ヒロミさんが、うん、おじいちゃんどんな人だとダメなんだろう笑いだってそう、どんな人がダメなのじゃん、うん、どんな、やっぱし、うん、熱いものはダメ。ちょっと自分自分、うん、トラさんみたいな熱いものだね自分みたいなでしょ。いやそうよなんだそれ、うん、全く説得力ないわ本当いや自分がダメって言ってるのに人には文句言うでしょそうよやだ。それだけで要するに世間を歩いてきてるから分かるわけよ。なるほどね、うん、だから、うん、あお前があ私この人旦那さんにしたいわっていう、うん、人がもしいたら、ね、もしいたとしたらまあ知らせて、うん、まあ、じいちゃんに合わせて、合わせて面接だね、面接、うんうん、で、あこの子だったら大丈夫だな、うん、ダメだな、それは言える、うん、うわー怖い、なんかでもダメって言われても私が嫌だって言ったらどうすんの、うん、私が嫌だって、それはもう両方が好き同士でないとダメなの。もちろんですよ、うん、ね、はい、だからお前がダメだ嫌だって言えばもうそれで、ね、そうじゃなくて、うん、あの私が好きでしょ、うん、であっちも好きだとするでしょ、うん、でじいちゃんがダメって言った時に、うん、なんでじいちゃん、私はじいちゃんの言うこと聞きませんって言ったらどうするの、うん、聞かない人もダメって言うそれはダメっていう、あ私がダメってことね、じゃあ。そうそうそう、最高はい、シーケーバンドさんがじゃあ風天の自分じゃダメですねだって、あ自分ってあシーケーバンドさんが風天なのかもしれない、うんうんうん、ですって、あやっぱしやっぱし知らないでしょもうどんだけ適当だよ。奈緒さんがね、娘が自分みたいな人を連れてきたら無理だから奈緒さんって方も娘さんがいらっしゃって、うんうん、で自分みたいな人を連れてきたら嫌なんだって。そりゃそうよ、それそう当たり前だよ、当たり前、奈緒さんに失礼です、ね、お会いしたことね、わかんない、すいません。ひろみさんがどっちが説得されるのだろう、うん、そうだね、説得の試合だね、これは多分きっとそうなった時には、なった時には、うん、ね、そうだよ、そうだね、はい、でもね、私ほらじいちゃんは孫がいっぱいいるでしょ、はいはい、で私以外みんな男なんですよ。そうで、しかも私が一番下で女の子だから可愛いんでしょ、私の子一番可愛いよ、やったって言ってそう。男6人の中に女1人、7人この7人で、要するに、昔の例えで言えば、うん、弁天さん、弁天さん、もうん、ね、うん、その弁天さんが、うん、あ、私分かった。あ、ちょっと弁天さんで、うん、ありがとうございます。七福神。七福神の何？弁天さんに例えたの？七福神。そっか。孫は七福神なんだね、みんなね。そうそう、あ、そうなんだね。まあそうだから、みんなも、あ、私以外みんな結婚してる？もしか、あ、そんなことないね。一人。そんなことない。一人。そうだね、一人結婚してない。結婚してない。そっか。うん、そうなんだよ。だからそうやってずっと育ってきたからさ。孫は、うん、孫は10人。そうだね。今現在10人。うん私もね、うん、見せるから、うん、いつの日か。そうだよ、うん、頼むよ、分かったよ奈緒さんが自分のダメなとこは一番自分が分かってるからね、だってCK バンドさんが上着を肩で着れるのはトラさんとじいさんぐらいだった確かに、ありがとうって。どうもすみませんありがとうございます。賀来さん、ありがとう、どうもすみませんどうもそうですよねえ、まあ、でもね、頼むよって今言われたけども、私まだまだ多分結婚はしないよ、うん、まあいいよ、いいでしょ、ゆっくりする、そう、ゆっくりする、もう選んで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 、まあそんなねチョイスできるほどのあれじゃないですけどもいや、うん、若い時は二度と来ないんだから。そうなんだよね、うん、いやこれを本当にうちの両親も含めて、うん、じいちゃんずっと言ってるので、うんうんうん、でもこれって結構家庭の両親の小さい頃から言われてることってずっと頭に根付くんですよ。皆さんどうですか？なんか私はもう10代の時から母親にもいろんな人を見て、で結婚は絶対に焦るなと、結婚は遅くていいから、とにかく自分の好きなことをとにかくしろって言われて育ってきたもんだから、そこまでね、こう結婚結婚みたいなのはないんですよね、うん、焦ったらダメ、焦んない焦んない、うん、うん、だからそうやってね、じっくり、そういう人が現れたらね、うん、そうよ、じっくり見逃して、うん、それで一緒になる、分かっ
った。あった。うん。え、じいちゃんどっちが告白したの、ばあちゃんと。二人とも、うん、同時？同時みたいだけども、うん、うちの親が、うん、気に入って一緒になった。あ、ちょっとなんか昔っぽい。うん、そうよ。そうなんだ。うん、そうなの。じいちゃんも。いや、僕はもうその時にはいたんだよね。いたの。あ、他に？うん、他にいたの。その人かわいそうだ。かわいそうだもん。それはやむを得ないよ、もう。そうなんだ。うん、そう、一緒のことは決めるんだから。まあでもそう、うん、でもいいんですよね。結果オーライですよ、うん。私が生まれたから。そうそうそう。うん、ね。そういうことだよ。ばあちゃんと結婚したからね。そうそうそう。そういうことですよね。うん、はい、ということでですね、この辺で、はいはい、あのいつもお世話になっております、こちら、小月横丁、自由が丘の小月横丁のビストロ滝沢さんからですね、今日は第一発目ということで、いろいろとなんかちょっとお祝いな感じで来ていただいてますので、はい、はい、よろしくお願いいたします。どうもすみませんだ、どうもいつもありがとうございます。よろしくお願いいたします。お願いします。え、今日は何ですか、何ですか。ちょっと先に、せっかくお祝いなんで、はい、スパークリング、はい、すごい、ありがとうございます。お昼から飲んでしまおうと大丈夫かね。いや、すごい、え、すごい新品を開けてくださった。わー、素敵素敵、すごい、シュワシュワだってきてますね、CK バルさん。わあ、すごい。お昼なのでそんなに入れすぎないように。もうほんとちょこっとで、はい、すごい、ありがとうございます。ちょこっとで大丈夫なんで。はい、わー、すごいよ、シュワシュワだよ。ひろみさんがおじいちゃんお酒のお飲みになるんですか、だって飲まないでしょ。飲まないよ。ね、うん。昔は飲んだけど。昔はね。うん、お酒飲むはタバコ吸うはだったけど、そう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 、今はもうどっちもしないよね。どっちもしない。え、これじいちゃんにですか。そうです。ありがとうございます。はい。あらまあ。こちらがスパークリングで。スペインのカバですね。ですって、ちょっと、まあ、乾杯。ちょっとお酒、待って。いい匂いだね。本当、お酒どれぐらいぶりですか。んはっきり正直にどうぞ。ん、何年ぶり？はい、言って。もうほとんどね、何年ぶりだ。思い出せないぐらい。思い出せないよ。大丈夫かな。うん、いや。昔は新宿でもって相当飲んだんだけど、うん、昔はねこういうおしゃれなもんじゃないんだよ、爆弾焼酎ってね。いやいや、いや本当、また爆弾ですね、爆弾、また爆弾、爆弾、爆弾シャンパーニュですね。さあシャンパーニュ、え、こっちじいちゃんに飲めないんで一杯飲んでください。はい、あ、はい、シャンパーニュ、はい、こちらがシャンパーニュですね。シャ、これがシャンパーニュで、これが、はいはい、カバーですね。はい、じゃあ、はい、乾杯、ありがとうございます。ちょっとね、ちょっと、うーん、フルーティー、これすごく、あのこっちが、うん、スペインのカバー、まあ、瓶内二次熟成っていう、しっかり熟成をかけて、はい、その液体の中に炭酸が溶け込んでる、うん、シャンパーニュなんですけど、こちらがドライ、ちょうど中辛口、はい、そうだね、若干こう少し甘みを感じて、うん、そうですね、はい、そうですね、どう、おい、うん、しい、おいしい、うん、ね、なんとも言えない、なんとも言えないよね、うん、そうぐいぐい進まないでね、うん、なるべく、え、進んじゃったよ。これ飲んじゃったよ、もういいよ、一口でも全然違う、お祝いだからね。でこちらがフランスのシャンパーニュ、うん、はい、シャンパーニュ、よく皆さんシャンパン、シャンパンって全部、あのスパークリングワインをシャンパンって言われる方いますけど、シャンパンはもうシャンパーニュ地方で作った、はい、もう決まりがあって、シャンパーニュっていう地方の名前なの、はい、でしかも、15ヶ月以上瓶内熟成をかけて、もう1年以上ですね、はい、必ず最低ですね、最低でもそんなに熟成させるんだ、はいはい、でカバの方、こちらだと、9ヶ月気が遠くなっちゃう、はい、うん、でじいちゃんの方が9ヶ月ですって、9ヶ月熟成をかけるんです、あ、こちらもね、そうなんだ、じゃこの1年以上眠らせた、そうですね、はい、でこちらは皆さんよくご存知のモエ、うん、はい、でうちだとこちらグラスで980円、嘘でしょ、あ、安い、安いね、で、うん、ここまで
ちょうど萌えの字があるところまで入れて、はい、いっぱいついでもらえるんだ、はい、それで980円です、ね、おすごい。シャンパンってすごいね、高いイメージが、ね、そうね、通常萌えだとやっぱり1000ちょっとは最低でもですよ ね、取るところも1500円とかね、取、はい、りますからね、はい、それを980円なんですね、はい、こちらだと。そうだ、ビストロ滝沢さんもすごいね、さまざまな種類が、そうですね、いろいろ置いてはいるんですね。ただまだまだ、シャンパンをグラスでっていうのが知られてないので、はい、せっかくいい機会なので、はい、そうですね、で今日はこんな天気なので、はい、ちょっとシャンパンは無理なんですけど、まあ、夜お越しいただいたお客様には、うん、お一人様一杯こちらのカバを無料で、おお、やったやったやった、はい、じゃあ自由が丘ね、このお近くの方もそうですけど、す、ね、まあ、遠方から今から来られたらね、帰り逆にあれですけども、ね、もし来られた方はね、はい、こちらを、はい、爆弾低気圧なんていう物騒な名前なので本当ですよ、ね、怖いよね、本当に。でもね、そういう時いっぱいお客さん入ってくる、そうですね、まあ、可能性もあるので、うん、駅の隣ですからね、そうですね、濡れないで済むので、うん、ちょっとまあ電車が動くまでの間とか、うん、電車すごいよ、もうまた、はいはい、人が乗り込んで、シーケバンさんの Facebook にも書いてありましたねって、はい、書いてありました、お見ていただいてるんですね、ねえ、嬉しいですね、ありがとうございます。はい、そしてアクセル0911さん、こんにちは、はい、ありがとうございますね、ひろみさん安いって、はい、980円、じゃ安いと思います、ね、安いですよね。え、ちなみにこちらは通常、グラスで650円です。え、そうなの、はい、でこちら同じものがお昼ランチタイムだと450円で飲めます、同じ量で、すごい、またそれはまた安い、はい、でもさ、お昼から飲まれる方もやっぱいらっしゃいます、結構自由が丘多いですね、お時間ある方がかっこいい、なんかお食事をされた、マダムって感じですよ、なんかお昼からシャンパン飲んだりワイン飲んだりってなんかすごく海外を思わせるような、そうですね、本当ゆっくりその30分とか1時間じゃなくて2時間かけてゆっくりお食事を、なるほどね、優雅ですよ ね、時間にゆとりのあるっていう、ねえ、なおさんが安いって来てるで、そうですよね、安いですよ、はい、そして、うん、レッドコメント、レッドコメントマックスさん、こんにちは、はい、皆さん何か質問などあったら書き込みよろしくお願いいたします。ね、普段はお酒とか飲まれます？はい、ほぼ毎晩そうなんだ、お店でですか？お店で、まあ、家でも飲みますし、うん、終わった後あの、まあ、シェフと乾杯でビールを飲んで、ね、はい、ああ、もうその一杯がたまんないんじゃないですか、ですね、はい、忙しかった日の、うん、やっぱ最後の一杯は美味しいですね、やばいですよね、はい、そう、ビストロ武田さん、フェイスブックもやられてるじゃないですか、はい、で先日なんかもう、一睡もできなかったみたいな日が、はい、そうです ね、 ね、寝れませんでしたね、やっぱその仕事というか、その仕込みだったりとか、そういうこと全然違いますまたそうなんだ、はい、まあいろいろと、はい、お隣のお店にお客様がいらっしゃって、あ、そういうふうな絡みは、なるほど、はい、まあいろいろと ね、 ありますね、お店やられてるとありますからね、はい、そうなんですね、そっか、なんかいつもね、じいちゃんもありがとうございます、いい、楽しみにしてるね、いや、とんでもないです、ありがとう、おじいちゃんと会うのが月一になるのが寂しいなって、ね、あ、そうですって、毎週来たら、それはいいやってね、そんな感じでちょっとせっかくいただいたので、うん、やっぱりシャンパンとカバとで、はい、そのキメの細かいさ、その泡の若干違うんですね、はいはいはい、でシャンパンの方がやっぱりキメが細かくて長く熟成かけてるだけっていうのがあって、シュワシュワ感が、はい、すごく細かいですね、うん、だからどうしてもシャンパンだとボトルで3000円超えてしまう、うん、そうですよね、はい、でカバだと今すごくそのカバも、36ヶ月3年熟成のものとか結構出てるんですけど、うん、それでもやっぱりまだシャンパンほどそのきめ細かい泡っていうのが難しいみたいですね、難しいですね、はい、いやーでも結構飲みますねって来てますけどいやー美味しいからね、はい、間違いなく美味しいの、美味しいです、ね、昼間から飲まれたりとかすることあります？休みの日は、あ、休みの日は、はい、そうなんですね、お休みの日で食事に行くと、うん、やっぱり最初スパークリング飲んだりして食事します、かっこいいね、そうなんだ、え、じいちゃん何飲んでたの昔は、だから言ったじゃない、え、さっき爆弾焼酎だっけそうよ、爆弾焼酎飲んだ何それ、え、アルコールメチルアルコールってやつがあるの、え、消毒液、いやいやいや、何メチール、うん、メチールってやつがあるの、はい、それを松炭、はい、松炭を
こなして、はい、細かく、はい、それでその メチールをちょっとこう入れて、あとは水を入れ、バーチャーって入れてかきます。自分で作るの？いや、あ、そう、作り方がね、うん、作る人たちのとこで、まあ、いただいてね、うん、いや、あの店行って、荻原さん見てよって言うからさ、うん、いいよって、まあ、それ見させてもらったの。はい。あ、それを説明してくださったんですね。そうそう、ありがとうございます。それが新宿の、うん、とあるね、うん、なんて、うん、西口の、うん、マーケットの、はいはいはい、ここ横丁のところですね。横丁、はい、あそこの中の、店で、お店で、はい、今の聞いて、はい、想像できました？全然想像できない。できない。私も安部っていう飲み屋のあったね。爆弾焼酎っていうんだ、それが。そうそう、なんか芋、今メチルアルコールですよね。そう、メチル。もう爆弾焼酎だから、もう友達がその先、あの焼酎を飲んで目を壊して、結構そういう人が結構いたの。だから、うん、じいちゃんが名付けたんですよね、爆弾っていうのは。いやいやいや、違う、もともとの名前。もともとの名前。あ、なんだ、そうなんだ、うん、爆弾焼酎ってやつが、まあ、流行ったんだよね。流行ったの、本当に、うん、美味しいんですか？いや、美味しくはないけど、ただアルコールだから酔うだけ。酔うだけ、うん、そんなの楽しくないじゃない。要するにぶどう割りとか、はい、梅割りとかってこう、はい、それを今度割って飲んで、びっくりですね。すごいですね、うん、それは知らなかったな。終戦直後はすぐですよ。そっか、はい、じいちゃんは戦争も経験されてるから。そうだよね、はい、そう考えたらすごいですよね、はい、今度調べておきます、はい、どんな飲み物だったんだろう。ヒロミさんがね、危険な感じしかしないって。そう、危険ですよ。いや、それでみんな命を落としてるんだから。ちょっと待って、え、爆弾焼酎、うん、爆弾焼酎。ちょっと待よかったですね、おじいちゃんご存命で。はい、本当にありがとうございます。本当によかったです、ね、よかった、本当助かりました。すごく強いと思うので。いや、もうそれをね、もう作るとこ見て、あは、これやめた。あ、でも飲んでたんでしょ。いや、飲まない、それから飲まない。あ、それからね、飲まない。だ、友達はそれ飲んでるから、目寝るとあんまりチュンと飛び出るようになる。そういうこと言わないでよ。いやそういう、あ、え、あれ、それってちょっとなんか、あ、うん、法に触れる系ですか。法には触れてるじゃないの。ちょっと嘘でしょ。やめて、うん、変なこと言わないでよ、全く、うん、お酒がなかった。なかったからね。うん、それはメチルアルコールを使って酔っ払える酒を作ったんで。そうなんだ。なんかやっぱりそれは貴重なお話を、まあ、貴重な話だけど、うん、まあ、その場所でもって見せてもらったっていうのが、まあ、貴重だよね。貴重で、まあ、これはやめた方がいいなと思って。よかった、そう、手を引いてください。そういうこと、今度からは。だから友達はみんなそれで行っちゃう、それでちょっと飲んでるわけですね。そう、恐ろしい。うん、目をつぶして、みんな、いや本当よ、怖いよ。分かった、怖いことあんまり言うとみんなびっくりしちゃうでしょ。いや、そうかね。そうだよ、あんまり聞きたくないよ。聞きたくない、うん、どうぞ。よしてそのぐらいでよぞ、はい、ね、はい、ごめんちゃいって言ってちゃう。ごめんちゃい。ありがとう。ごめんね、はい、もう大丈夫よ。みんな大丈夫だと思います。ねえ、もう酔ってきたってきてますけど。そうよ、もうのこれだけ飲んだもん、ほら、見てよ。見たよ、うん、お茶あるからね。はい、ちょっと危険だから帰り、そうだよ、ナンパして帰っちゃったら大変だから全く。そっちの危険なんですね。そうなんです。それ それやばい、やばい。ね、ひろみさんがお茶目だねって。お茶本当に困るね。ちょっとお茶飲んでください、お茶。はい。お茶目って、なんでお茶目っていうか知ってます？ご存知？あ、知らないです。なんか目が茶色い人ってお茶目な人が多いんですって、うん、そういうところからお茶目ってついたんですって。ごめんなさいね、何のオチも何の、ね、何の広がりも。外国人多いんじゃない。あ、まあそうかもしれないよね。そうそう、日本人よりは、うん、そうだね、そうかもしれない。まあそんなかんなで、
はい、いただきましたけど、はい、ありがとうございます。どうもどうも、ね、お疲れ様でした。どうも。ビストロ滝沢さんはもう基本的には時間というのは、オープン時間というのが、そうですね、5時から、はい、基本12時まで、夜は、うん、で夕方の5時から、はい、ランチが11時から3時まで、うん、やられてるんですね。はい、かしこまりました、ね、ホームページだったりとか、フェイスブックだったり、そうですね、いろいろやってます、うんうん、ツイッターもね、やられてるので、はい、ぜひ皆さんも検索してみて、そしてビストロ滝沢さんにもね、はい、足を運んでみてください、はい、よろしくお願いします。なんとね、今夜だったらこちらをいっぱい無料ということなので、はい、ぜひ皆さんも足を運んでみてください、はい、ということでね、本日どうもありがとうございました、はい、ありがとうね、そして今後ともよろしくお願いしま す, しします。ありがとうございます、はい、はい、ちょっとじいちゃん酔っ払ってない、大丈夫？酔っ払ってきたの？嘘でしょ、もう怖いよ。あ、はい、ここで犬犬ケンケンさん、こんにちは。かわいいワンワンですね。はい、CK バンドさん、パチパチパチですね。ひろみさんがね、一つ賢くなりましたってね、いろいろと教えてくれるから、あ、そう、うん、いろんな知識をなんか私に、あの、知識を教えて、じいちゃん。うん、またまた、またまた、うんうん、そうよ。ちょっとどうしよう、女の子見たくなってきた、おじいちゃんが大丈夫大丈夫だ、本当、お茶飲んでください、本当に怖い、まあ、酔っちゃったこれどうしよう、どうしよう、顔わかんない本当、どうしよう、私が怒られるままに、そうだよ、お前じいちゃんに飲ますんじゃないって言われちゃう本当だよ、言われちゃうよ、ばあちゃん出てくるぞお父さんダメよ。そうだ、ばあちゃんごめんなさい。いやでも、あの、たま、あのね、すごくたまに摂取するアルコールっていうのはいいって言いません、体に。こうなんかこう、うん、そうね、ちょっとね、除菌作用もあるみたいな、うん、そう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 、あるっていうから、本当にだから、うん、しょっちゅうはダメよ、飲んじゃう。ダメだ。うん、たまに飲むとこにいいとこあるんだよ。いいとこがある、うん、いいとこ出してくださいよ。もうしょっちゅう飲んでたらね、もうこれ、アルコール中毒。うん、まあ ね、そういうことがあるから。そうですね。ヒロミさんがおじいちゃん気持ちよさそうだって。いや、ほんと気持ちいい。いや、お茶の、これお茶飲んだよ。はいはいはい。うん、ちゃんと飲んだよ。そうなんですよね。そういうことで、なんかないですか、私にいろいろと教えて、人生とはみたいな。人生とは、はい、まあ、私今27歳じゃないですか。人生はね、ほがらかに言ったらいいよ、もう。ほがらかに、うん、ほがらかに、うん、なんでもほがらかに言ったほうがいい。よかった。でも私思います、うん、おじいちゃんって常に笑ってるじゃないですか、うん、そうよ、うん、でしょ、そうよ、その笑うことっていうのはやっぱね、いろいろと、怒ることよりは笑うこと、うん、うん、これ人間としてね、一番いいことなんだよ。いや、本当にそう思います、うん、怒ってばっかりプン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 いる人ってね、そう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 、なんかこう、一緒にいたくもなくなってしまいますよね、うん、そういうことだよ。だから笑ってる人の周りには人がやっぱ集いますよね。だからお父さんみたいな人を見つけな、うん、ちょっと待って、もう今日はね、矛盾しまくり、おじいちゃんもうお父さんみたいな人と付き合うなとか、そうだよ、お父さんみたいな人と結婚しろだとか、そうだよ、もうね、私がね、こうね、どっちかが分かんなくなっちゃうので、参考にしません、今後も。もうそういう結果にしよう。そう、はい、そりゃいいことだ。そう、だからおじいちゃんに何て言われようが、うん、うおじいちゃんの意見は気にしないことにします。そうそうそう。はい。CK バンドさんがね、百薬の長、うん、百薬の長、うん、って言いますから、うん、ほどほどにねって。あ、そうですね。はい。うん、どういう意味ですか、はい、百薬の長って。うん、ほどほど。本当？本当。ほどほど、え、そしたらじゃあほどほどって言いますから、ほどほどでいいじゃん、うん、百薬の長ってどういう意味、百薬の長っていう言葉自体は、が崩してほどほどになるわけ、うん、そうなの、うん、あ、ありがとうございます、はい、そうなんですかそうなんだ、そういうこと、そうそう、そっかそっか、はい、ありがとうございます、うん、ね、人生ほがらかにそうよ、いた方がそうよ、いいんですよね、だってくよくよしとってしょうがないもの、そうなんですよ、うん、だってこの今地球がどうなってくんだか、うん、またそういう重い話、先のことは、うん、先のことは分からない、うん、今のことでもほらもう、ね、ああ、めっちゃ強くなってきたね、強くなってきて、もう気象庁に発表されてないですか、すごいよ、もういっぱい並んじゃってるよ、もう、うん、もう酔っ払ってるからすいませんいや本当、いや帰る人大丈夫かな、自分も帰るんだよ、これから今
今から立川まで帰るんだけどどうしよう。何かあったらうちに泊まればいいけどさ。うん、そうかね。じゃあそのニュースでね、ちょっといろいろと見ようと思うんですけども、うん、今もほらこうやって、うん、パソコンがこういう見に見たくなったから、ね、すぐ情報が出るんですよ。便利だね。そうなんですよ、うん、もう皆さんご自宅でしょうか。え、私ねえ、石木花さんがお酒は百薬の長といって、多少の酒は体にいいっていうことわざ。なるほどね、百薬の長っていうことわざですって。違うじゃんじいちゃん、全然違うこと教えてさ。私もそれはそれでいいの。あ、そうですか。どんだけポジティブですか本当に。そうなんですよ。あ、あ、山手線でさえ遅れながらもゆっくり運転とか。そうよ。京王線はダメ、うん、東西線とか。京王線ダメ、北帰れないと。嘘、京王線じゃないじゃん、うん、違うよじいちゃん。大丈夫大丈夫大丈夫、うん、まあ何かあったらね、うん、止まっていけばいいだから。そうだね。うん、ひろみさんが iPhone 使いこなしてますねって。そうなんです。 iPhone って知ってる？ iPhone 知ってるよ。本当に、うん、なんだ iPhone、うん、iPhone っていうのは iPhone。 説明して。説明、うん、こういうものですって一言で言えるじゃん。言って。携帯と同じようなもんだよ。おお、すごいじゃん。ピンポーン。結構下かもいくかなと思ったけど、何気知ってることもあるんですね、ちゃんと。下かぶって。はい。そう。はい、ここであやりんずさん、こんにちは。こんにちは。はい、今日はおじいちゃんとお送りしております。ひろみさんがおじいちゃん何とかしますね。そう、何か振っても何とかしようとするから、その姿勢が好きです私。あ、そう。はい。だから全然わかんないことでも答えようとするでしょ。うん、答えようとするよ。そう、うん、一生懸命だもん。一生懸命だからさ、たとえさ知らないことであっても、うん、そう答えようとするでしょ。答え、知ったかぶって、知ったかぶって知ったかぶってでもするじゃない、うん、多分そこ私おじいちゃんに似たんだ。あ、そうだな、うん、普段私もそうなのでね。でも何も答えないよりはいいかもしれない、うん、本当だよ本当だよ、うん、ね。そうですよ、うん、おじいちゃん腹が立つこととかってある？あ、そうそう、腹立ちありますね。たまにはね。例えば、ね、例えばどんな時。うん、うん、そうね、たまないと思うけど。いや、それ道に外れたことは僕はもう大嫌いなの。あ、そうね、うん、そういうこと言われた時にはもう口も聞きたくない。いや本当、怒らせたら怖いんだ、うん、いや本当よ、うんうんうん、まあそういうことがない限りは、うん、まあ基本ね、そう、うん、道を外すんだけど、何でも朗らかにニコ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 、これが人生。いや本当そうです。あのね、うん、本当に笑顔が絶えないので、うん、一緒に電車乗ったりバス乗ったりいろいろなとこ行っても、うん、なんかついこの間も全く知らない人がおじいちゃんのことずっと見て、なんかこうずっと見てるので、私たち何だろう何だろうってたら、バーって来て目の前に来て、何かとびっくりしたら、握手してくださいっておじいちゃんに言って、なんか幸せになりましたって言って握手されてんの。びっくりしちゃった私。そんなことしょっちゅうなんでしょ。そう、しょっちゅうあるよ。本当にそれが不思議で、うん、いや、人が寄ってくるようにないとダメなの人間。そうだし、うん、おじいちゃんって欲があまりないじゃない。ないよ。だから例えばね、うん、あの、なんつうの、宝くじとかよく当てるんですよ。ああいうのって結構欲がない人が当たるっていうじゃない。うん、そうよ。だから当たれ当たれとかないじゃない。当たれ当たれなんて言ったらもう絶対当たらない。そう、なんとなく買ったらいつも当たるじゃない。うん、そうそうそう。で競馬とかも年に何回か本当に大きく当てるんですよ。ね、そうよ。先日もおばあちゃんの誕生日で買おうなんつって、うん、そう、おばあちゃんの誕生日で買った100円馬券が10万ぐらいになったね。100万馬券です。あ、100万馬券じゃないか、10万馬券か、そうそうそう。100円でだよ。そう、100円取って100円が10万になっちゃって、でしかもおじいちゃん、そのすごいのが、その私の友達何人かといたのよ、5人ぐらいで行ってたのね、うんうん、そう、おじいちゃん1万円ずつみんなに配っちゃうんですよ。おめ、やったやったなんつって、なんかもうね、そうよ、だって自分が全部持っとってしょうがないじゃない。そう、だからそうやって幸せを、うん、分け与えるっていう姿勢を本当に尊敬しますよ。いやいや、そんなことないけど、そういう人が幸せになるんですよ、うん、そうかな。そうですよ、うん、本当に、いや、それには本当にいつも感動しますね。宝くじだって当たったらみんなに配るじゃない。そうよ、うん、だから困ってる人たちがいればそんそっほいってやっちゃうんだ。ほいはしてないけど、うん、まあ入ってね、うん、そうやっちゃう、そうそうそう、
かいよっていう。なあ、うん、だから貯金がたまんないんだよね、おじいちゃん。そうそう。いつも分けらん。またそれも人生ですからね、うん、そうだよ。私逆、超貯金、貯金だった、貯金じゃない、そう、超貯金派、うん、いい、それはいいことだ。貯金することはいいことだよ。そうなんですよ、うん、もう保守的なので。私でも世の中はもう、うん、おけらでもいいの、うん、ね、一銭もなくても、うん、世の中を渡っていけるの。でも怠け者じゃなければいいと思う、うん、そういうことよ、うんうんうん、だからもう朗らかに何でももう人生を暗がした方が、うん、まあ人間としていいんじゃないの。そうだよね、うん、CK バンドさんがね、遊び方を知ってるから運が寄ってくるんですね。今度ご利益をもらいに行きたいって。はい、何それ。昨日見てよか。何、昨日も、昨日、うん、ほら、何ですか何ですか、はい、数珠ですか、うん、はい、これ、はい、はい、浅草の浅草寺行ってけ。あ、浅草寺行ったの。はい、で、で、これ買ってきたの。うん、で、運がつくように。あ、そうなんだ、うん、お守り。あ、そうなんですね、うん、浅草寺は誰と行かれたんですか。彼女と。何開き直ってんのおじいちゃん、いつも隠してたくせに。彼女やめてよ、もう。彼女が買ってくれたの。やったね、うん、これ、うん、左手にをつけとくといいよって言って、うん、これ運が向いてくるよって言うから、そうかいって、うん、買ってもらったの。そう、買ってもらったの。よかったじゃない。もうやだ、やだ、嫌なことないよ。嫌じゃない、嫌なことないよ。そうなんだ、そう、ひろみさん隠さなくなったんだって。そうだよ、そうだよ、ずっとさ、彼女いないよみたいな、なんか隠してたっぽいのにさ、なんで開けなっちゃう、お酒のせい。はい、そうだね、これ飲んだせいがあるの。いや、おいしかったの、この酒。おいしかったね。CK バンドさんがね、うん、大きい玉の中に観音様が見える術ですか、だって。そうだよ、観音様、見えるよ、つけて、うん、観音様が見える、ここ中に。そうなんですよね、こういうとこに。あ、そう、あ、本当だ、あ、顔が見えるんだ。うん、いいじゃんいいじゃん。そうなんですね、よかったですね。よかった。じいちゃんは彼女に買ってあげたりはしたんですか。買ってもらっただけ。いや、2つ買って、うん、1つ、あ、1つ、うん、1つお裾分けみたいな感じで、お裾分けでもらったんですね。なるほど、そうなんですね。いや、でもよく私たちも買い物行きますからね。あ、そう、あ、そう、一緒に行くじゃない。おうおう、一緒にか。そう、うん、この帽子だって一緒に買ったし。そう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 、ね、あ、これだってほら、これタイで買ったの。そうだし、タイで、そうですよ。おじいちゃん結構おしゃれだからね。そう、一回さ、おじいちゃん髪真っ白じゃない。あのね、何年か前に真っ黒に染めたことがあって。そうそう、私なんか泣いちゃったんですよね、それ見て。おじいちゃんじゃないって言って。これタイでね、あの作ったんですけども、あ、ぼやけちゃったかな。そう、私とおじいちゃんのツーショットね。こういうのってタイですと本当多分日本円でいうと500円ぐらいでできるんですよね。ああいう、そう、ああいうさ、商売を日本に持ってきたらね、結構いいと思うんですよ。いいね、っていうの結構あったよね、うん、あった、うん、ありがとう、はい、うん。これずっとでもここへ、はい、お風呂にも入ってるし。え、そうなの。そうよ、錆びちゃわない。錆びない、錆びない。あ、本当、うん、大丈夫、嬉しい、うん、でもですね、あのタイにいた時にこうやって自分で作ったじゃないですか。で、あとね、お人形がこうやってあって、そのお人形、例えばミッキーマウスみたいな顔だけくり抜いてあって、そこの顔に私の写真を入れ込むっていう技術がタイにあって、でそういう人形1個500円とかで売ってるんですね。で、自分の写真を渡せば顔を入れてくれるんですけども、あ、さすがじいちゃん、多分持ってると思うんで、そうそう、その人形をですね、じいちゃんと作って1個ずつで、私の顔のものをおじいちゃんに渡して、おじいちゃんの顔のものを私が買って、で、いつも大事に持ってよねって言って、なんかこうカップルみたいな可愛いことしてたんですけども、あのタイからに、あ、あったあった、見せて見せて、そうそうそう、で、それをあのはいはいはい、貸して、こういうのですね、あのこういう人形に私の顔を入れて、これ私なんですけど。
そう、こういうのをタイで作れるんですね、1個500円で。で、おじいちゃんに作って入ってあげたら、で、そのタイから帰ってきて1週間後におじいちゃんだったら、あれ飲料したら、えとか言ってごまかすんですよ。ちょっと待って、どこやったの、正直に言ってって私本当に怒ったら、ごめんなさい、彼女にあげましたとか言って、私の人形彼女にあげてで、私本当に怒って、今すぐ彼女に電話してとか言って取り返してきてって言って、その場でね、取り返しに行ってもらいました、私はそれで取り返してきたんだよね。そう、この代わりに買ってやったんだよ。知らないよ、そんなの、そんなの自己責任じゃないですか、知りませんよ。だって無責任でただやってさ、はい、返してないそれかわいそう、かわいそうじゃないの。その前にさ、私をあげちゃう方が私がかわいそうじゃない。そりゃそうかな。そうよ、そうですよ、大事にしてって言ってあげたんだから、うん、大事に今しとってる。そうですよ、もうこれからちょうだいって言われてもあげないでよ。あげないよ。別にあげてもいいけど、絶対取り返してこいって言われて。ね、ひろみさんが面白い、本気で怒られてるって。いや、本当だもの。私怒るもんね。うん、怒る。結構怒る時にはこっかないもん。そうなんですよ、うん、ちょっとたまにはね。女鬼だ。そういうこと言わないでよ。そんな言い過ぎ言い過ぎ、いいじゃない、そんなに怒んないですよ。もう酔っ払いすぎ、女鬼ってひどいこと言うね、おじいちゃんは。全くもうそんな仲いいのに、もう子供みたい。子供もいいとこだよ。本当ですよ、全く酔っ払っちゃいました今日は。カオルさん、ごめんなさい。いや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 、いや、ありがとうね、じいちゃん。いやいや、でも帰りも本当、皆さん本当に、あ、もう多分ね、これ見てくださってる方は結構ね、ご自宅にもう会社から帰ってきたって方が多いと思うんですけども、あの、この後もしお外に出る機会があるというか、お外に出る方は本当に気をつけてください。あのね、私もこの後六本木にちょっと仕事で行くんですが、気をつけていきますので、ね、頑張ります。はい、ね、ということで、まあ、今月からあのリニューアルしたんですけども、もう一度言いますと、1週目今日ですね、今日みたく1週目を私森本沙耶香が担当していくんですけども、2週、3週、4週目、5週目は他の、 あの毎週あの MC が変わっていろんな番組をやっていきますので、そちらの方もぜひよろしくお願いいたします。あの森本沙耶香のリラックストリームはですね、あの毎週いろいろとさまざまな、例えばね、ゲストを呼んだりとかいろんな企画をやっていこうかと思ってますので、あの、まあ、今日本日は一発目ということで、いろいろとね、シャンパンをね、お出ししていただいて、お祝いしていただいて、おじいちゃんといろいろとまったりとあの過ごさせていただいたんですけども、あの今後ともいろいろと内容豊富にね、やっていこうかと思ってますので、今後ともよろしくお願いいたします。ありがとう。はい、ということで、こちらあの公開生放送番組です。はい、あの虎穴横丁の場所は自由が丘駅の北口を出てすぐ右側にあるタイガービル虎穴横丁の3階です。公開収録の観覧は観覧料が1時間1000円になります。お食事またはドリンクメニューを1品ご注文ください。そして虎穴横丁全店の当日分のレシートもしくはお食事をされた方にはね、出演者のサインなど特典をゲットすることができます。はい、のでぜひ皆さん、いっぱい来てきね、うん、あの5月も第1週目私こちらに来ますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。ということで、はい、あのリラックストリームという番組自体は毎週火曜日の夕方4時から5時までやってますね。そのうち週替わりで MC が担当していきますので、そちらの方もぜひ皆さんよろしくお願いいたします。はい、ということで、本日の森本沙耶香のリラックストリーム in 虎穴横丁はですね、森本沙耶香とカオルじいちゃんでお送りいたしました。はい、本日はね、お祝いでいただいたシャンパンを飲んで、とても美味しかったんですけども、おじいちゃんが酔っ払って、はい、酔っ払っちゃって、はい、申し訳ございませんでした。本当に悪いね。悪くない、大丈夫よ。大丈夫、ね、はい、なので、あの、でも本当に代わり気をつけよう、ちょっと心配なので大丈夫、はいはい、ちゃんと責任を持つので、はいはい、ね、ということで、あの本日はちょっと悪天候なんですけど、皆さんお気をつけくださいということで、自由が丘からお送りいたしました。はい、それではまた来月のこの時間に、ね、1週目の火曜日4時にお会いしましょう、はい、せーの、バイバイ、ありがとうね、どうも。